こんにちは。こんにちは。本日は師走のお忙しさの中お越しくださいまして誠にありがとうございます。名護市は今年明け早々の選挙を間近に控え、慌ただしさを増し、全国的にも注目され、関心は否が応にも高まっています。私も何度も申し上げておりますが、今回の名護市長選挙は歴史的なものになることは間違いありません。今までにあまり例のない、全国的にも珍しい選挙の形となったからであります。名護市は沖縄県の人口わずか6万人余りの小さな市ですが、その名護市の選挙に政党県連や知事、県選出の国会議員、さらには政権与党の執行幹事長、あろうことか首相官邸までもが振り回され続けています。もしこれを面白いもの、面白いドラマというものがいたら、きっとお叱りを受けることでしょう。しかし事実として、目の前に喜劇と悲劇、喜びと落胆、献身と裏切り、誠と偽りといった人間の持つ多面性が一つのドラマとなってリアルタイムで展開しています。そしてこれまた心躍ることに、その気になれば誰でも私たちと同じようにこの市長選ドラマに参加することができるということです。そこで今日の名護市民である私の話というのは、この滅多に遭遇することのできない今日の名護市長選ドラマの正しい理解のための情報をお伝えするということにあります。私が申し上げるまでもなく、沖縄県の新聞マスコミがもはや報道機関の名に値しないということは周知の事実であります。このため、より正しい情報によるより正しい解釈、これが重要となってきています。今名護市で新生保守の活動が沸き起こっていますが、これに至る経緯が歪められて伝えられています。そのため保守分裂という誤ったイメージが一人歩きしています。この一連の動きは保守分裂などではなく、正しくは新生保守活動と言うべきものであります。さらに言えば、それは創造的破壊と呼ぶのがよほどふさわしいのです。その影響力の強さ、大きさには目を見張るものがあります。あれほど強固に見えた県内保守政治による普天間基地辺野古移設反対スクラムが、ものを見事に自民党本部によって崩されたことを見てもよくわかります。ついこの間まで県外移設は絶対に譲らないとばかりに反対していた県出身国会議員や自民党沖縄県連の先生方が、党本部に離党勧告を突きつけられそうになった挙句に態度を翻したのであります。島袋義和氏と市を支える新生保守市民の固い信念がこれを可能にしたと言えます。これは政治上の大きな地殻変動であります。これによって日米安全保障同盟に害をなすものは
自民党員に、そして保守にあらずとはっきりと天下に示すことになったからです。沖縄県の政治が正常化に向けて動き出すことになったということです。不退転の信念を持つ新生保守島袋義和さんの存在がいかに大きな意味を持つのか、これでお分かりだと思います。これほどの功績を公職ではない一私人の立場で成し得た例を、私たちは島袋義和さん以外にその例を知りません。この功績は実はその評価がどれほど大きなものになるのかまだ定まっていません。私たちはつい名護市長選挙、狭い地域の問題であると捉えがちでありますが、そうではなく広く東アジア全体の国際政治に視野を広げると、これはとても重要な意味合いを持つものであることに気づくに至ります。それは共産党中国による軍拡覇権主義の危険性についてのものであります。皆様、先年発生した尖閣諸島での中国船体当たりの事件を思い出してください。この事件を起こした中国人船長は当時の民主党政権、菅直と尖閣のコンビが検察庁に圧力をかけて不起訴にしました。この船長はあれほどの危害を日本の巡視船に加えながらも罪も問われず中国に送り返されました。反日民主党政権が行ったこのことが一体何を意味し、その後何を引き起こしたのか、マスコミも政治家も評論家もあまり指摘していません。実はこのことによって我が国は安全保障上の国益を大きく損なってしまったのです。この時日本の動向に注視続ける周辺諸国のロシア、韓国は日本に領土を守る意志の弱さを嗅ぎ取ったのです。そしてすかさず両国の大統領はそれぞれ竹島と北方領土を突然訪問上陸し、軍事的にそれぞれ強化しました。日本の内政を監視、好きあらばつけ込もうと、これらはいつでも身構えていることを私たちは知らなければなりません。現在の日本はその統治能力を周辺諸国に疑われているということです。そこで普天間基地辺野古移設の問題です。もしここで我々が対応を誤ったのなら、中国船体当たり事件をはるかに上回る危機をここ沖縄に呼び込むことになるでしょう。つまりこの沖縄にあって共産党中国による沖縄侵略が迫っている中、米軍基地反対、県外説を唱えることがいかに危険な火遊びであるかということであります。これに加えて今政府自民党は辺野古移設を推進するとしながらも、とんでもない人物を予定候補として支持しています。この人物は無責任にも、移設問題は知事に歩調を合わせるといい、そして肝心の知事の考えはなんと県外移設なのです。つまり政府自民党は島袋義和さんという国益とドンピシャなことを言う主張を持つ人物を跳ねつけて除外し、
自らの政策、そして国家の安全保障にはっきりと反する人物を保守候補として一本化しようとしているのであります。これによってまた周辺諸国は日本の統治能力を疑うようになることは間違いありません。日本政府には沖縄県を守る強い意志がないものだと見ることでしょう。統治能力の欠如がさらけ出されることになります。以上の見方に立てば、保守と名乗る者には名護市長選に関しては初めから島袋義勝さんという人物しかいないということが分かります。つまり初めから選択肢などなかったというわけです。共産党中国はその実態が全く犯罪マフィアと同じであります。弱気なところを見せると際限なく彼らはつけ込んできます。中国の強引に主張する防空識別圏とは明らかに国際法に違反しています。なぜなら日本の領土尖閣上空を広く覆い尽くしているからであります。もし万が一これを認めると自動的に尖閣諸島は中国領土ということになってしまいます。現在の共産党中国は現代の基準に照らし合わせるととても文明国と呼べるものではありません。このまま我々が弱気を続けるならいずれ我が沖縄県は中国の侵略を受けチベット、ウイグルのような悲惨な運命をたどることになります。日本、沖縄文明と日本語は根絶やしにされ、ここ沖縄は中国語をしゃべる人々の住む島となるでしょう。さて、今一度名護市の保守分裂と言われるものにお話を戻しますと、そこには計略、暴力、不正、これらがあったということなのです。その結果、本来島袋義和さんにまとまるべき流れが無理やりねじ曲げられました。名護市の各保守団体も実は強い憤りを感じています。なぜなら広く会員一般によって協議もされずに正式な了解も取られていないからです。つまり正当な手続きを取られていない上での不正な一本化であるため混乱が生じているということなんです。今回の名護市における問題についての正しい理解、それは保守分裂というものではなく保守混乱と呼ぶのが正しいのであります。市民に広く真実を伝えることを使命とする新聞マスコミがその全くの逆を働きをしている今、私がこれら変更マスコミに代わって名護市の真実を皆様にご報告させていただきました。そして私たち名護市では名護市を豊かにする市民の会という団体で島袋義和さんを応援しております。そして皆さんもご存知の通り、今島袋義和さんの事務所には本当に地元の方、地元の新生保守が集まって活動していて、資金が本当に底をついていて困っている状態であります。ここで名護市を豊かにする市民を代表して皆様に寄付のお願いをさせていただきたいと思います。皆様にお配りしております封筒の中にこちらの資料が入っておりますので、ぜひご覧ください。読み上げさせていただきます。名護市を豊かにする市民の会、一層のご支援をお願い申し上げます。送り込み先のご案内、琉球銀行
大宮支店普通預金口座番号が566745、口座名義名護市を豊かにする市民の会会長遠山清範。寄付をいただく場合に注意していただきたい点がいくつかございます。こちらの方は皆様各自でご覧ください。ぜひご協力をお願いいたします。今私大阪や北海道で講演してさせていただく機会がありまして、いろいろな保守の方から聞かれます。一本化にしないのかと。で、私は後悔しております。島袋義和さんが新生保守であり国益とドンピシャのことを言っているのが島袋さんなので、我々が降りるというのは見当違いの話だと。で、こういうふうに保守の全国の皆様が私たちに聞かれるのは、マスコミを通して保守混乱と呼ぶべきものが保守分裂というふうに言葉で、この言葉自体も我々保守を情報操作するために作っているものだと思います。先ほども申した通り、初めから島袋義和さん以外に我々の代表となるべき選択肢の方、代表はいらっしゃいませんので、私たち名護市民は島袋義和さんに最後までついていって絶対に勝つんだという思いで頑張ってまいりたいと思います。ここにいらっしゃる新生保守の皆様も、投票権を持っていなくても同じ沖縄県民、同じ日本国民として心を一つに共に頑張ってまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。山原さん様、ありがとうございます。